YouTube をご覧の皆様、こんにちは。フレックスハイエース南の坂店営業三崎です。本日ご紹介させていただきますお車、こちらになります。はい、こちらの車、新車ハイエース版スーパー GL ダークプライム2、4駆のディーゼル車のお車ご紹介させていただきます。ではもう早速カスタム内容から含めてご紹介をさせていただきます。まずですね、フロントスポイラートヨタ純正 TRD で、こちらがデイライト付きのオフロードのバンパーつけております。で、メーカーオプションなんですけれども、まずこちら中央部分、トヨタセーフティーセンスで、そこのすぐ下にパノラミックビューモニターのカメラと、でフロント4点でインテリジェントクレアランスソナーで、ヘッドライトはロービームが LED のヘッドライトとなっております。でハイエースに関しましては、ローダウン施工するお車が非常に多いんですけれども、こちらの車4駆ということで、純正車高、どこでもガシガシ使っていただけるような形で純正車高となっております。で足元を見ていただくと、タイヤが東洋オープンカントリー RT タイヤ、そしてホイールがフレックスオリジナルのパウ16インチのセットを取り付けしております。で今回こちらですね、こちらもフロントスポイラーと同じでトヨタ純正の TRD のマットフラップ、こちら取り付けしております。こちらつけることによって、なおプラスで4区間が演出されます。でリアのメーカーオプションなんですけれども、まず一番上こちらですね、こちらがデジタルインナーミラーのカメラ、ルームミラーがデジタルになっているんですけれども、そこを映し出すカメラとなっております。でリアバンパーにもしっかりとインテリジェントクレアランスソナーのセンサーが4点ついております。では荷室のご紹介です。はい、まず荷室には大きくこちらフレックスのオリジナルベッドキットタイプ2で、こちらのベッドキットなんですけれども、4枚分割式なので1枚1枚取り外しが可能なベッドキットと、でなおかつこちらの手回しネジで高さ調整が5段階できるベッドキットとなっております。でこちらのお車、2列目の足元から一番後ろまでフローリング施工しております。でこちらすることによって、濡れたもの、そのスノーボードであったりとか、そのまま直したりで、その後も掃除がしやすかったりっていう、メンテナンス性も非常にいいところございます。でリアゲートにはイージークローザーついているので、このような形で力なく閉めていただけます。でこちらのお車、両側手動で小窓付きのスライドドアとなっております。でダークプライム2のグレードになりますので、そこから見た形だと、屋根ですね、まず天張りの部分とトリムとピラーっていうところがもうすべて黒色で統一されております。で運転席、助手席とセカンドシートもダークプライム2専用のハーフレザーのシートとなっております。でフロントですね、アルパインのビッグ X 11インチ並みの取り付けをしております。でこちらバックモニターで、こちらがメーカーオプションのパノラミックビューモニター、バックするときに上から、映像を見ることできます。でこちらですね、デジタルインナーミラーとなっております。でこちらの車、助手席のエアバッグであったり 100V のコンセントというのは装備済みとなっております。はい、いかがでしたでしょうか。南大阪店に久しぶりにディーゼルの4駆黒入ってきましたので、気になった方はぜひ私南大阪店の水崎の方までご来場、お問い合わせのご連絡お待ちしております。では今回はこちらで以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。